アメリカでは最近、寿司の人気がさらに高まっています。寿司文化が定着する中、その楽しみ方も人それぞれのようです。こちらのクルージング、マンハッタンの高層ビル群を間近で眺めながら船の上では寿司を楽しむことができるんです。ニューヨークで寿司と自由の女神も堪能できる贅沢なプラン、130ドルと1万4000円ほどですが、参加した人は大満足です。 So far it's great. Yeah. Nice and calm. Yeah, oishi. Nice special way to have some sushi and enjoy the sunset. 振る舞われた寿司は鉄人シェフ森本正春さんの店のものです。お寿司、日本発信で、お酒、自信を持って、これをやらせてもらってます。本当に身近になってることはひしひしと毎年年々感じます。はい、寿司を提供する和食店は全米で1万8000店以上もあり、その数は20年前に比べて3倍だといいます。乾杯。乾杯。その人気に便乗して回転寿司チェーン大手くら寿司のアメリカ法人が1日ニューヨークの株式市場に上場しました。これからやはり全米に一気に加速していきたいなというふうに考えております。今後5年で全米の店舗数を2倍に拡大する意気込みです。寿司人気は外食だけではありません。こちらの寿司レストランでは料理教室が開かれているんです。見てください、今真剣にですね、手巻きを皆さん巻いてるんですね。参加費は材料費込みで45ドルと5000円程度。先生も生徒もアメリカ人です。And then you use your three fingers right over here to holding your ingredients. The wedding? 最近は自分で作ってみたいという人向けの料理教室が人気だといいます。Usually go to a restaurant, love it, wanted to try making all the because we love it so much.